4連覇を目指す藤井八冠に同学年の伊藤匠七段が挑む叡王戦五番勝負。2人は午後4時ごろから対局する部屋を確認したり、使用する駒を選んだりする検分を行いました。先月20日に行われた叡王戦第2局は、藤井八冠が伊藤七段に敗れ、1勝1敗のタイになっています。午後6時からは前夜祭ですが、会場近くにはその3時間以上前から、事前申し込みで当たった将棋ファンの姿がありました。お元気な姿見たいな、それと明日から1日ですけど、頑張ってほしい。その後も続々と将棋ファンが会場を訪れました。総友の総友、総友です。優っていう友っていうので、総友、総友です。お昼にはついてました。やっぱり今日がその楽しみでっていう。楽しみです。楽しいですよね。元気のもとです。防衛が勝ってるので、応援する側も力が入りますよね。勝負服ですよね、これ。こっちも明日は絶対に勝てる、今回は絶対勝ちます。藤井八冠が地元愛知で防衛に王手をかけるか。叡王戦第3局は明日午前9時に名古屋東急ホテルで始まり、夜に決着する見込みです。